そうな祭りを復活させようなんていう動きも新聞なんかで見るので、いろんな神楽だったり、そういう芸能、やっぱりそういう力がまだあるってことですよね、その地域地域では。神戸なんかの地震の時も、僕が知ってるのは地蔵盆の祭りなんかを復興させたみたいな話が結構ありましたよね。だから、まあ、民族的なものなんだけども、やっぱり何かそういう時に結構人々を結集させたり、力をつけたりするような意味はまだあるんだと思います。なんかね、うん、うちはやってないんですけど、お盆の時に、まあ、サンマを焼いて、こす風習があるんですよ。どちらですか？それどちらやろ？場所。多分大阪とか。大阪。あると思うんだけど、こうさ、なんでサンマなんかなって、それは不思議やった。お盆の時。お盆の時。サンマ。まだもういやあれサンマのあれはイワシの頭やな。ごめんなさい、イワシでした。イワシ。イワシだから節分の時にイワシを焼いて食うしてありますよね。そう。ごめんなさい。大阪に来てから初めて見ました。なかった。あれ節分そのもん宮中の行事でしょ。まあ、だから。今のところ読むと、まあ、宮中から来たのかもしれないけども、でも民間レベルでまた違った意味付けだったり違った展開してますよね。あると思う。民間降りていく段階で民間の字のいろんな風習と混ざって、いや、盆も、一応、まあ、もうちょっと、ちょっと寺と関係してるもんで、もちろん盆はあくまで、木剣でいうお釈迦さんの弟子が地獄で苦しむ母親を見てね、それなんとかするためにこう供養やったもんやということを一応信じとかんとまずい。まあ多分だからあれはあれで多分インドもそういう風習があって、ほんで、まあ、もちろん盆は中国でもね、あれなんか変なやってましたね。どこやったかな、中国の長崎の方の中華街ですかね、盆の時にね、このちっちゃいミニチュアのなんかなんていうの、お店とか作って、お店作ってそこへ生きてる時のようにこうみんな楽しんでるような人形を作る。それで、ね、テレビでやってるやつ、なんかそうやったらね、なんかテレビでそんな見たことがあって、で、まあ一応とりあえず中国も同じように、まあ、春節祭とかで正月はああやって祝ってるから、当然やっぱり大陸から来たようなもんです。まあ、稲作するもんが大陸から来てますからね。そうですね。で、それで多分来たんやと思うんですけども、一応だから、もちろん、みんな、嘘じゃなくて、すなわち、曲がっていっちゃったんじゃないかなと思うんですけどね。それはそれで、筋は筋で一応、やっぱり仏教行事の年の盆はあるわけで、それが、いろんなその年々の行事と、例えば中国や中国の行事とまだ、どのようなこと日本けど、日本とまだまだあって。そうですね。多分今の形でしょうね。で、その、ね、大学入門の考えだと、まあお盆のね、原型になる行事はかなり昔からあって、で仏教っていうのが中国から伝来してきて、それが融合してっていうような考え方があるんですよね。はい、だから仏教の本場のところに同じような行事があるわけではないしっていうことですよね。ああ、日本かなり違う形のもの。あんまりその先祖崇拝じゃないんですよ、仏教基本的に。先祖崇拝そのものが大体日本とか中国のあった儒教とかあんなと混ざっとるんちゃうか、道教や儒教とか、もともとそういう先祖崇拝ね、諸行無常の世界やから、先祖崇拝するものじゃない。そうですね。そうですね。何か、ね、あ、そうですね。この間、台湾の方がお盆は、その先祖じゃなくて、全体の人を祀ることだって。そうなんです。台湾って仏教だよね。何なんでしょうね。この間お話した、したのは。仏教じゃないですか。あれ、漢民族ですね、今だと。中心だったのは。日本の仏教、お盆っていうと、さっきの本にも書いたように、先祖様を祀るというところがかなり強調されていて、僕らもそう信じてるんですけれども、台湾のお盆に相当する中元節では、
ご先祖様ではなくて、ご先祖様になれなかった念仏ですよね。あ、楽器にあれを迎え入れてもてなすという行事が行われているんですね。で、日本のお盆に台湾の様子が、まあ、どれくらい効いてるのかわかんないんだけども、日本のでもお盆行事をつぶさに見ていくと、必ずしもご先祖様だけじゃなくて、無縁仏のための無縁棚を端っこに作ったりとかね、で、あと無縁仏のためのお供え物をしたりとかっていう行事があるので、それの方が最初の話と思ってきますよね。あれ、母親が地獄で苦しんどったから、だからね、先祖というより自分の母親が、弟子の母親が苦しんでたんで、弟子がそれを見る能力ができて、目見で、ほんで見て、お釈迦さんに聞いたら、これで思うんで、みんな供養しなはれ、言うて。その供養ってあれだよ、坊さんが、だから修行に行くのがあのぐらいの時期に行くらしいんですよ。ほんで、その子へちょっと食べ物とかね、あの渡すよ。今いろんな意味があるのね。そうそうそう。日本でも、日本に大阪ですけど、盆が終わったすぐ後ぐらいになんか水せがきかなんか言って。だから、せがきってのはまさに。やってますよね。そういうことですよね。そっちの方は。でね、むちさん、あの、大阪で、今はないと思うんですけども、はい、七寺参りっていう旅行の行事、聞いたことありませんか？ないですね。あ、お墓参りのやつで、そう。あの、そこの、南浜かなんかの御所からな。参りとか。長良、梅田、南浜、蒲生、大橋、千日、飛田。南浜は残ってますね、まだ。本当ですか？あの、長崎町の。で、これ最近この本見つけたんですけども、盆の15日の明け方から、10人、15人ぐらいで、提灯の灯しかれをたたいて、無縁の仏様を弔うために、それ回ったらしいんですね。それは、あの、全部墓地ですよ、ね。墓地ですよね。はい、だから、そんな行事が大阪であったのであれば、ちょっと、あの、それも考えたいなと。へぇー。七墓とか、すごく有名やと。七墓、千日前なんかもそうらしいですね。で、僕、無縁仏ってのは実は関心があって、そんなことも本当はここで考えたいんですけど、なぜかというと、今住んでるのは、まあ、西成区、鎌ヶ崎で、まあ、労働者が多い町なんですね。で、8割があの男性で、結婚してる人が集まって、単身者なんです。要するに子供を持たない。だから、ほとんどがもう無縁仏予備軍になっていく人たち。で、従来の日本の祖先崇拝だと、子供がいなくちゃ、特に男の子がいなくちゃ、お墓とかいろんなものも、供養してくれる人がいなくなるから、みんな無縁なんですよね。じゃあ、鎌ヶ崎の人たちはこれから亡くなって、どういう生き方、死に方をするのか。ということは、真剣に考えたいと思っていて、お盆行事、でそこからこぼれ落ちる無縁の扱い、なんてことも、みんなに考えられたなというふうに思ってますね。俺の関心事はそこです。